は、うん、各タイプのここで挙げられていた、うん、どこにとらわれているか、はい、固有の短所、うん、固有の短所、固有の短所をちょっと各タイプごとで紹介したいと思います、はい、でこの本では、ハートセンターのタイプ2から始まっているので、うんうん、従ってそのタイプ2から紹介させていただきます、はい、タイプ2の固有の短所、うんうん、虚栄心とあります、うんうん、タイプ2が自分の美徳や立派な行為に対して特別な満足を覚えるような優越感の方、うん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 、なんか鬼滅の刃みたいですね、優越感の方肩ってその肩で肩、はい、優越感の肩って書いてあります、はい、これその肩なんですか、人っていう肩じゃなくて、はい、肩です、うん、これは彼らがその優徳を崇められ謙虚さを褒められ、うん、自己犠牲を報いられ、うん、気前の良さに見返りが与えられるように、うん、それ自身に注目を集めるための善性であると、うんうんなるほど、うん、でちょっとじゃあかわ、反対、うん、固有の長所を読んでみます、はい、無欲の親切心、うんうん、極めて健全なタイプには、うん、自分のことも、うん、礼を言われ報いられることも、うん、自分が何かをしてあげた人々が、うん、敬意や感謝の気持ちを持つことすら一切考えずに、うん、無欲に他人を愛する、うん、彼らは私心私心なく、うん、親切をしようと懸命で、うん、利己心や見返りということを考えることもなく他人のために他人を助ける、うんうん、なんかこれ難しくないですか、これ要は普通の状態がなんか見返りを求めてる親切だった話ですよね、多分これって鏡で言うと本当にやってること一緒ですよね、多分人に親切にしてるっていう部分は一緒で、はい、で通常の状態は、はい、見返りを求めてるって話ですよね、気持ちがとか、まあ、その感謝の気持ちだとか言動とかも行動とかもそうなんですかね、うん、だからそうじゃないですか、あの承認欲求じゃないですか、私すごいでしょ、私優しいでしょって人に認めてもらいたい、認めてもらうために優しくしてる状態、それを承認欲求を捨ててそれで人本当に人のために人を助けてる状態とっていう違いってことですよね、なるほど、うん、なんかこうやってることは一緒じゃんって今思ったんですよ、うんうんうん、タイプ2の方どうでしょうかと、うん、っていうところですよね、この説明は。でもやってることは親切なんですよね、親切、うん、だけどそれは私のことを認めてって親切にしてる状態だと認めてもらえないとちょっと怒ったりするわけじゃないですか、やってあげてるのに、やってあげてるのにっていうのが多分悪いところをどんどん健全度が下がっていったりとか、あとそういうのが出てきたときは、うん、それを止めろってことですね、それを止めろ、だからその認めてもらえなくてもただ人のために人があの人が本当に喜ぶならってやってればあの人が感謝してくれなくても多分満足できるはずじゃないですか、なるほど、あの人が幸せになったと、グルジェフでいうところの停止っていうのはそこですね、うん、そこに気づけって話ですね、そこに気づけだと思うんですよね、本当にそれはこう自分の行動を振り返って自分のために親切にしてるんでしょ、これ今僕のタイプじゃないので多分はい、はい、何とも思ってないんですけど、うんうん、続けたいと思います、はい、タイプ3の固有の短所、うんはい、自己開発に対する怠惰、なるほど、なんか、うんうん、欺瞞とかよく言うじゃないですか、はいはい、違ったのが出てきました、うんうん、自己開発に対する怠惰、うん、通常のタイプ3は本当の自己ではなく、うん、自己イメージと外側の包装、包装っていうのは、うんうん、包装用紙の包装ですね、うんうん、の完璧さを高めようとする、うんうん、しかし実際には見た目ほど完璧ではない、うん、真実の自己や才能ではなく、うん、単に成功して欲しいものを獲得させてくれるものを発達させているに過ぎないからであると、うんうんうん、あ、書いてあった、他の著者たちはタイプ3の短所として欺瞞を挙げているが、うん、これは正しいが真の自己開発に怠惰だということが、うん、タイプ3の人を欺く性格の根底にある、うんうんうん、そのためここではこれを根本的対処として、うん、自己開発に対する怠惰、う
だとしたと、はい、痛くないなこう外側だけってことですよね、はい、だ本当の自分を育てようとしてない、そういうことですね、目を背けてるみたいな状態ってこと。長所を読んでいきます、はい、固有の長所、正しい自己愛、うん、自分自身を正しく愛していれば、うん、健全なタイプ3は誰とも競い合ったり自分の限界を行き過ぎたりもせずに、うん、自分自身を最大限に生かすために時間と労力を投入する、うん、彼らの正しい自己愛はうぬぼれて思い上がった自己像ではなく、うん、謙虚さと自分の能力に対する真の評価に基づいている、うん、正しい自己愛はタイプ3が他人を心から愛しそれによって統合の方向に動くように導く、うん、なるほど僕何とも思わなかったなあ、心当たりがあまりないないからかな、うん、タイプ4固有の短所、うん、妬み出ました、はい、妬み通常から不健全までの段階のタイプ4は、うん、他人が極めて正常で気楽そうに見えるため、うん、彼らを羨む。他人はうまく適応し、うん、自分と違って社会的にぎこちなかったり、うん、人目を気にしたりしてないように見える。あ、タイプ4は自分をどこにも所属してない部外者であると感じる傾向があり、うん、所属する場所のある人々を妬む、うん、なんか言いますよねこういうこと、読んだ人はそんなことねえよそんなことねえよですけど、なんかみんな言う感じがしますよね、読んだ人ってこういうことを言う感じはします、はい、そんなことないよ、うんうん、みんな一生懸命苦労してそう苦労してますよっていう、苦労しないわけじゃないっていう、そう本当そうだよ、うん、で固有の長所、うん、情緒の安定、うん、健全なタイプ4は、うん、自分が人生に立ち向かっていけること、うんうん、その時々の感情で傷ついたり、うん、嵐に揉まれたりせずに済むことが分かっている、うんうんうん、否定的な経験ですら何か肯定的なものに転じさせることができ、うん、自分があらゆるものを価値ある貴重なものに変えられるとして平安を見出す、うんうん、うん、本当そうなんですよ、そんな感じですね、誰も気楽できてないんですよ、そうあなたと一緒ですよと思ってます、うん、で僕はこうやって肩組みに行こうとすると、うん、やられるんでしょうね、うん、お前は違うって、その、まあ、要は同じ状況あるわけじゃないですか、苦しい状態っていうのは多分みんな等しくある、ありますっていう時に多分他のタイプの人はそれほど落ち込まないみたいなのはあるのかなって、はいはいはい、で あいつら気楽でいいのかなっていうような人がでも受けてるのは一緒ですからね、受けてるのは一緒、うん、受けてる追い風は、うん、向かい風は一緒ですよ、うん、でその気楽にも本当に気楽っていうよりはこのままじゃ進めないからとか言ってこう振り立たせてる感じですよね、うん、こっち、うん、こっちとらこっちとら奮い立たせてる感じですよ、うん、はい、相手のニーズという利益を与えて、うん、自分の愛という利益を呼び込むけど、うん、そのつもりがないタイプ2さん、うんうん、そのつもりはないあけどあだからこそ止まれっていうことですね、うん、そうでそのつもりはないけど、はい、感謝されなかったらめっちゃ怒ったりするわけじゃないですか、通常の状態とか、だってやっぱり、うん、通常何かやってる時に、うん、一回立ち止まってみろってことですね、うんうん、それは愛されたいと思ってやってないかっていう、あこれは修行ですね修行要は修行ですよ、何も考えてない時に止まれってことですね、うん、そう、あやっと今グルジェフが落ちてきた、落ちてきたリソさんが、うん、それか、うんうん、で本当に健全度が高い時は本当に相手のためになるって思ったことをできてる、はいはい、見返りを求めずにできてる、はい、ここだな、うん、要は今私がこうやって喋ってる時も、はい、一回止まれってことですね、本当なら、うん、そういうことだはい、なるほど、うん、でタイプ5、うん、はい、固有の短所、うん、タイプ5の固有の短所は貪欲さ、うん、タイプ5は知識に対して貪欲で、うん、またこの括弧保持力がある、つまり自分の得たものを保持する、うんうんうん、であらゆる知識を持ちたがる、うん、自分を完全に防衛できるように、うん、博識であり、うん、周囲のあらゆるものを解明し、うん、答えを得たいと望んでいる、うんうん、もし自分があらゆるものを見通し、うん、それに対して身を守れるとしたら、うん、何者も自分を驚かせたり、うん、脅かしたり、う
圧倒したりすることができないはずだと考えている、うんうんうん、あるいはびっくりしたくないから、うん、怖い思いをしたくないから、うん、それを知るために、あらゆる知識を得ようとしている、なるほど、だから予想外のことが嫌なんですよ、はい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 、だから事前に全部調べとくみたいな、はい、それは無理ですよね、で多分無理っていうのは分かってるんですよねきっとはい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 、つい衝動的にそれをしてしまうっていう無理ですよ固有の長所理解力、この長所は全く同じではないが、賢明さに結びついている、健全なタイプ5は理解力のおかげで同時に多くの観点を把握し、全体とそれを構成する部分の両方を理解することができる、賢明さはどれを選択すれば自分の目的に最も役立つかを判断できる美徳であると、これはまたタイプ1の長所でもあると、タイプ5、健全なタイプ5はまた、この理解力のおかげで、ごめんなさいごめんなさい、ひねくれた態度をとって、他人から挑戦と構えたりせずに、思いやり深く寛容になれる、すべてを理解することは、すべてを許すことであると、ひねくれてませんかとどうだと、タイプ5よと、タイプ5よ君はひねくれてないかと、やっぱりこのタイプ5は、いい時は、すべてを理解するっていうことは、すべてを許すことであると、そこですよね、多分愚かに見えてるだろうと、でも、タイプ5の素晴らしいことは、それを許すんです、で手を差し伸べるんですと、あなたたちは手を差し伸べてますかと、見えてますよねっていう、それがどれだけ得か、はい、そう、部屋にこもってませんかと、部屋からその手は届きますかっていう、今ちょっと偉そうに言ってますね僕はねちょっと今マウンティングゴリラを、はい、磯さんの手を借りて、うん、でちょっと怖い、タイプ 6タイプ6固有の短所、いきなりふんって自分自身に頼りたがらないこと、タイプ6は正しい自尊心を築き上げること、自分自身を信頼することにエネルギーや関心を注がない、自分の面倒を見てくれる権威者や保護者に頼る方が楽だからである、そのため彼らの短所は怠慢という形で現れる、他の著者は恐れをタイプ6の短所として挙げているが、これは事実ではあるが、掘り下げ方が足りない、タイプ6が恐れるのは自分に十分自信をつけていない、からこそ出る自分自身に頼りたがらない、ここが難しいんですよね、これは難しい。で固有の長所、勇気、勇気なんてあるんですかね、勇気の意味がわからないですユージ君は勇気、ユージ君は勇気の意味がわからない、ユージだけど、ユージだけど、健全なタイプ6の勇気は非常に苦心して身をつけたもので、不安と恐れを抱くという、常に変わらぬ成功、成功っていうのは生が向かうっていう意味、サクセスじゃないです、はいはいはい、に逆らって獲得したものであると、勇敢な時のタイプ6は闘志になり、打ちのめされても必ず立ち上がって再び挑戦する、自己確認が勇気の基盤である、これは他人ばかりでなく、自分自身と自分の能力を信じられるということである、ちょっと意味がわからないですでもまあそういうところはある気はしますけどね、自信がないんだけどダメかもしれないと思ってるんだけど、やらなきゃいけないことには確かに立ち向かっていく感じはあるじゃないですか6の人、でこれがなんて言うんだろう、ちゃんとできていって、手放していくと、9みたいになれるって話なんですよ、その姿勢が、でもやっぱりこれは意識しないとダメですね、まあ無意識ではなかなか難しいですよね。でタイプ6さんの本質とされる勇気って、少なくとも奮い立たせるもの、身につけるものではなくて
実は自分にできてることにちゃんと気づくってことですよね、うん、多分そうなんですよ。自分のことを信じてないわけじゃないですか。できるのにもう俺なんてダメだってって、うんうん、これなんかこそばゆいんですよ、そうやって言われると、うん、できてるのかなって、うん、タイプ7に行きたくなる僕がいるんです、うん、タイプ7短所、うん、固有の短所、退職、これはもうあ退職の退職の退職、はい、7つの滞在の退職ですね、うんうん、食べ物を過剰に詰め込むことは、うん、文字通りの意味でも比喩的な意味でも彼らの滞在であり、不可避的に自己破壊的行動へとつながる罪であると、うん、悲劇的なことに自分自身を物や体験、うん、ある種の自己を支える外的な栄養物、外的っていうのは外的、うんうんうん、外から得る栄養物ですね、うんうんうん、で満たそうとすればするほど、タイプ7は、うん、タイプ7はグロテスクに堕落し、うんうん、自分が求める幸福を見つけられなくなる、うん、で固有の短所、うん、感謝、非常に健全なタイプ7は、うん、自分が持っているすべてのものに感謝する、うん、人生は驚きに満ち満ちた贈り物であり、うんうんうん、自分が祝福を過分に得ていると感じ、うん、それに感謝する、うん、どんなものでも、そしてあらゆるものが、うん、もし正しく使われれば喜びで満たしてくれる、うん、これはなんか人のことだと見えますね、うん、まあ、おかめ八目ですね、本当にまだ足りないっていう状態じゃないですか。食べても食べてもまだ足りない、はい、いや君あるじゃんって話ですよね そう。そこにあるよって、うんうん、君が欲しいもの、うん、人のことは言えますねやっぱり、うん、あ言える、あ人のことは言える感じはします、なんか、うん、多分それを認めることができるということ自体が自然な勇気につながるのかなと、うん、なんか多分、うん、今タイプ6の話をしています、はい、奮い立たせてるわけじゃないですか。本当はできるけど自分ではできないと思って、はい、でやった時に気づくみたいな、それを人は愛と呼ぶんだぜみたいな、うん、急になんか今出てきましたサンボマスターが、サンボマスターはい、でタイプ8、タイプ8固有の短所、うん、渇望、渇望、渇望、はい、牽制欲、牽制欲っていうのは、うん、権威の勢力、牽制欲はタイプ8に特有のものであるが、うん、性と攻撃性が態度や行動の中で混ざり合っているので、うん、性的な欲望もこの人物像の中で重要な部分を占める、うんうん、最も広い意味で言うと、うん、渇望は他人を完全に所有し支配したい、うん、神のごとく他人の上に絶対的な力を及ぼしたいという欲求である、うんうんうん、支配したい、支配したい、コントロールしたいんですか、ね、コントロールしたい、タイプ8の近くによると、うんうん、僕はそのセンサーは働きます。あ、コントロールされそう、なのであの楽だなって思います、うんうんうん、なんか自分を信じてないからコントロールしてくれる人、はいはい、こうすればいいのね、うんうん、ごめんなさい、なんかいつもの僕が出ました、うん、で固有の長所、度量が大きいこと、うん、健全なタイプ8は自己の利益を超えて他人の必要と権利を等しく考慮することができるような広い心の広さを持っている、うん、彼らの画量って読むのかな、雅と書いて量、うんうんうん、画量は自制、寛容、慈悲心、慈悲の心、うん、親切心、うん、他人をかばうことの中に現れている、うんうん、っていう行動が支配しようとしているのか、なんていうの、許しているというか、そうしてないよ、話しがい、話しがいだよって、どうですか、父親を持つ、タイプ8の父親を持つ、支配もありますよね、感じる、あ、まあなんか優しい時は優しい、はい、その瞬間は支配じゃないのかもしれない、はい、でも要は多分通常運転は基本怖いんですよね、多分通常運転はだからあの支配ですよ、俺がやってやってるっていうのはやっぱ感じる、感じる、感じて生きてきた、そう、俺に報告しろみたいなのがあるんですよ、なるほど、ある、うちの親父はあったあった、ある、お前は何にも言わんとか言って、大ちゃんと何も言わん言わん、はい、言わんけど、あ、だからそういうのが気に入らないみたいな、あ、そうなんですか、相談しに来いみたいな、
で相談しに行くといちいちそんなことで来るなって言われるんでこれ反応タイプの良くないとこはい、はい、自分が頼られてないって感じるのが嫌。あー、言ってやってそれはい、それですよね多分、うんうん、君に任せるよかっこ俺には報告しろよ、うん、が基本の人たち、うんうんうん、そう管理はめんどくさい、うん、だからけど俺には言え、なんだろう、気を利かせてやったりすることあるじゃないですか、はい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 、なんで俺に言わんのだっていう、あ、やっぱ隠れてされるのは嫌だ、そうそうそう、うん、だってやっていいってやっていいって言ったじゃん、まあ、そこもでも機嫌によるみたいなところがあるんで、はい、だから橋の人は、うん、一回そこで止まれってことですよね、あ、そう、うん、止まれって止まれって、はい、でタイプ9、はい、固有の短所、うん、自己早期に怠惰なこと、自己早期というのは、うん、早期というのは想像の層に起こすという字が書いてあります、うん、タイプ9は全タイプの中で一番文字通り怠惰である、うんうん、文字通り怠惰であると、うん、武将でこちが重く、うん、周りの世界になかなか適切に反応しない、うん、もっと深い段階では怠惰さは自意識と自己の早期に注ぎ込むべきエネルギーの欠如に関わってくる、うん、自分自身とも他人ともありのままに触れ合おうと努力しない、うん、その結果徐々に偽りの希望と安楽な幻想の世界に生きるようになる、うんうん、別に何とも思わない、何とも、うん、自覚症状とかなんか偽りの理想はあるかなっていう、怠惰、固有の長所は辛抱強さ、うんうん、やっぱりこの動かないとやっぱり一重なんですよね、この紙一重な部分が、うんうんうん、だ動きづらいっていうのは分かる自分で、ああなるほど、うん、服従とか義務からの離脱ということとは無関係の希望に満ちた熱心な注意深さが固有の長所、うんうんうん、大いなる辛抱強さとは他人が自分独自のやり方で成長できるようにどこまでもそのままにさせておくこと、うんうんうん、他人を、うんうん、それは良い親が自分から手を出さずに目の届く距離から見守りながら子供に辛抱強く新しい技能を教えるときに見せるような種類の希望と期待に満ちている、うん、大いなる辛抱強さ、はい、タイプ9やっぱ分かりにくいですね、うん、一言でもなんかあまりピンとこないで個人的なタイプ9の印象は、うん、リアル老子的なイメージ、老子を簡単に言うと、うん、道、あ、タオですね、タオの人、はい、あ、はい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 、タオ、すべて道があるよと、うん、無意自然、人はあるがままに生きるべきだという意味だと、うんうんうん、あ、まあ、孔子とか言うのは仁義礼、うん、知信とかがあるけどあるがままにみたいな、うんうん、背伸びをする者は長く立っていられない、うん、大股で歩く者は長くは歩けない、うんうん、誰かを深く愛せば強さが生まれる、誰かに深く愛されれば勇気が生まれる、うん、樽を知るが、まあ、老子、うん、っていうところですかね、うん、そのままでいいじゃんが基本的なのが老荘思想、うん、でもやっぱりこの動いてない時とそれって紙一重じゃないですか、紙一重ですよ、はい、だから自然で生きている時に本当にそれなのかっていうことですかね、うん、自然で生きてる、まあでも要は辛抱強さ、辛抱強さ、はい、うん、服従とか義務からの離脱とは無関係の希望に満ちた熱心な注意深さ、うんうん、っていうのはありますよって話じゃないですか、はい、注意深さとか希望に満ちた注意深さ、はい、だからこれはこうした方がいいみたいな、注意深さ、うん、注意するところは知ってるんですね本当は、うんうん、でそれを行動に移さないって話じゃないですか、はいはい、移せない、はいはいはい、なかなか移せないみたいな、はい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 、ズキッときます、まあ、二等兵がやったサワサワ感とか、まあ、行動に移せないっていうのはあります、はい、なるほど、自分自身、なるほど、でそこをどう行動させるかが自分自身の課題で意識してたりはする、はい、はい、うん、それも分かってらっしゃる、うんうん、最後に、はい、タイプ1の固有の短所、うん、はい、ごめんなさいタイプ1の固有の短所は独りよがりの怒り、あ、うんうん、タイプ1の怒りは完璧でない、うん、かっこ自らの理想に従って生きているのではない、うん、として
自分自身にも向けられるし、うん、欠点があると言って他人にも向けられる、うんうんうん、タイプ1が一層不健全で独善的になると、うん、人や物の善悪を判断できる唯一の審査役に自分を見立てる、うんうんうん、その怒りは今度は徹底的に他人の上に降りかかる大きなお世話ですけどね大きなお世話というかちょっとやめてくれって感じですよね、はい、で固有の長所が知恵、うん、自分自身の正しい目的、うんうんうん、とりわけ道徳的価値を達成するためには、うん、どうすれば一番いいかを読み取る力、うんうん、自分の感情や好みは脇に置いて、うん、最上の選択、うんうん、最上の行動が何であるかを識別するには、うん、現実主義と客観性が必要であると、うんうんうん、タイプ1の人本当は知ってるんですよね、何をすべきか、うん、でそこに固執しちゃうってとこじゃないですか、はいはい、何をするべきか知ってる、はい、でそれができてない自分自身に対する怒りもあるし、それができてない他人に対しても、はい、でその怒りも良くないというのは知ってる、はい、あだからなんかイライラする、やっぱ人のタイプだと口が言える、うん、口が出せるのは、うん、イライラってしてきた時は、うん、なんか分かりやすいですね、うんうん、その停止止まる止まる止まる時、うん、あなたが止まる時、うん、羨ましいですなんか、うん、っていうとタイプ9も、うん、もしかしたら動いてない時、そう止まってる時に止まれその止まってるのは本当止まっていいのっていうこと、そう、うん、動かなきゃいけないんじゃないのっていう、ああだし、あ、あとタイプ6は人に頼ろうとした時とか、うん、ああそうかも、奮い立たせようとしてる時、うん、ちょっと止まる、うんうん、まあ、気づくポイントとしてね、うん、分かりやすい、うん、とか、まあ自分ってダメだよなって、ああおよく思うっていう時に待てよって、何がダメなんだっていうちゃんとこう考えるみたいな、もうリソさん、リソさんリソさんはやっぱりいいんですよ、リソさんの教え、リソさんいいですねやっぱり、うん、タイプ9がエニアグラムの図の頂点になるこの特性のゆえみたいなことも言われてますよねと、うん、そう言われてる、どのタイプの健全度の高さも9の本質に集約していく、うんうんうん、でタイプ9は初めからそこに知った顔で居座ってる居座ってる、動けと、うん、成長の過程がエニアグラム、うん、あ、だから動けってことですよね、タイプ9は、うん、体験をしてないんですよ、はい、そう動けってことですよね、知ってるけど体験してないみたいな、はい、だ体験してこいじゃないですか、お前に足りないのは体験だと、本当、はい、よくできてますよね、うん、タイプ1とタイプ5は正解に近いんですが、タイプ1は怒りのままに無理やり正解を出そうとして、タイプ5は車に構えて大衆を蔑視するという、うんうんうん、っていうところで各タイプの固有の短所、固有の長所を知ることで、うん、なんかご自身のタイプの5人とかに気づけるのではないかなと思い、うんうん、はい、で気づいたときは、あ、エニアグラムを役立てるには止まること、うん、止まること、これ分かりやすいですね、うん、というところで、うん、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。